ブエリング航空はバルセロナを拠点とするスペインの格安航空会社で2004年設立。スペイン国内資本としては初めての格安航空会社である。現在のところスペイン国内線のほかオランダイタリア方面などの路線を持っている。また、ローマレオナルド・ダ・ヴィンチ国際空港も準ハブとしており、同空港からはスペイン方面のみならず、 欧州各空港への路線も充実している。この航空会社の特徴は、これまで格安航空会社が料金を下げるために多く取っていた、発着料金が安く混雑しにくい、郊外のアクセスが不便な空港を発着するスタイルではなく、大手航空会社が使うような中心に近い空港を使用することにある。マイレージプログラムとして、 プントを運営していて、イベリア航空参加となったため、イベリア航空の、イベリアプラスでもマイル加算は可能。このブエリングの誕生により、危機感を抱いた、スペインのフラッグキャリアである、イベリア航空は、同社のバルセロナ発着路線の多くを子会社の格安、航空会社、クリックエアーとして運行していたが、ブエリングは2009年7月9日に、そのクリックエアーと合併。 イベリア航空の関連会社となった。2011年に、イベリア航空が、ブリティッシュエアウェイズと統合され共同持ち株、会社インターナショナルエアラインズグループが設立され、2012年に、アイグは、イベリア航空が保有する45.85%を除き 54.、54.15%を市場で、買い付けの計画を発表したものの、買い付け価格が低いことを理由に、 株主が拒否。2013年に買い付け価格を上げ、拒否していた残り82.48%の株主とも合意。アイグは、イベリア航空保有分を含め90.51%のブエリング株を保有し、アイググループ参加となった。2015年現在ブーリングのエアバスへ320路線の休止、再開の頻度が多いためオフィシャルホームページや、 英語版で、要確認。ホームページブエリング航空を子会社化へ、ブリティッシュやの親会社が発表アイグ、ブエリング航空を、グループ参加に収める http://www.ch-aviation.ch-aircraft.php?search="set&"、エアラインイコールビュー &R". オーパスイコール 1PLANESPOTTERS.net ブーリングフリートディテールズヒストリーハットエアバスブーリング航空に座席数を増加させた初の A320 を引き渡し合イグブーリング向けに A320 を120機発注ブーリング航空運用中機材一覧 LCC のブーリング航空 2014年で5期目の A320 を受領元 JAHMC l も導入ブエリング航空 A320 新造機を導入ジェットスター向け JA19JJ ブエリング航空フィレンツェに A319 を配備へ新たに4路線開設 ECKDG ブーリングエアバス A320 から 200CN3095 エアフレームディテールズハット ECKDH ブーリングエアーバス A320 から 200CN3083 エアフレームディテールズハットやバス機から出荷パリ離陸前8人けが共同通信ありがとうございます